じゃーん、おはようございます。昨日は夜勤じゃなかったんですけど、このちょっと昨日の HDMI スプリッターで 4K60 フレーム配信のあの配信のセットアップしてたら、なんかあの大学時代の仲の良かった友達の息子さんに、捕まって、すごいフォートナイト一生懸命教えてくれたんで、結局朝4時ぐらいまで夜更かししてしまいました。子供のフォートナイトのうまさが半端じゃないのと、あのなんか縦積みっていうやり方をずっと教えられたんですけど、なんかそれ練習してたら腱鞘炎、手が痛い。とはいえ、なんとかこのリズムを戻さないといけないので、とはいえあの時差ボケ的なこの生活リズムを直さないといけないんで、なんとか11時ぐらいに起きたんですけど、今日は和食です。同僚の奥さんからいただいた手作りキムチがめちゃうまいです。じゃあちょっと納豆400回混ぜでいきます。めっちゃかき混ぜてる。この顔すごくないですか？無言なの？違う、無言なんじゃなくて、頭の中で数えてるんです、ずっと100回。1234567891212345678910312345678910ってこんな感じで、こんな感じでウケる。今何回？もう550回。300回。もういいよ。なんかね、ホイップさせすぎ。納豆の好み違い問題、若干我慢したけど。はい、これが400回混ぜ状態。めっちゃうまいでしょ。いや。はい、出来上がりです。はい、じゃあ食べましょうか。これが400回混ぜの納豆です。なんかいきなり今ネズミさんにディスられた。ちょっとあのカンカンが終わったと思ったら、ちょっと開けてみますよ。ちょっとうるさいかもしれませんが、結構閉めててもうるさい。なんか動画撮影に支障するレベルうるさいです。なんかうるささの音が近いと思ったら、なんとうちのアパートのジャグジーが取り壊されている。なんかこのコロナ期間の間になんとか直しちゃおうっていう感じなのかな。レモンは変わらずです。ちょっとまだ室内に入ってきても若干ガラ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 聞こえますが、ちょっとフォローアップ、昨日紹介したこの IO ギアのHDMI スプリッターですね。あの2つ、1個入力があって、この HDMI 入力を2つに分配してくれるってやつ。これあの B&H っていうあのカメラ好きの方とかならよくご存知のサイトで、あの評価が良さそうなやつ選んだんですけど、これね 4K の DCI4K っていう、僕の YouTube の動画でよく使っているちょっと普通の 4K よりも横長の、横サイズが4096とかある 4K にも対応して 4K60 に対応してるっていうのを見て、なんかいいなと思って買ったんですけど、あの 4K の普通の 4K UHD の 4K の HDR には対応してなかったですね。ただ 4K60 であの DCI の 4K 実際には使ってないですけど、 4K の60で、フォートナイトを昨日取り込んでやってみた限りは特に遅延とかもないし、バッチリ動きました。まあ、実際 4KHDR でゲーム配信ライブではできないので、まあそういう意味ではそこまで致命的じゃないかなっていう気がしますけど、まあでも一回ローカルに保存して 4KHDR でゲーム配信したいとかいう場合はちょっとこれが使えないんで、まあそれだけフォローアップしておきたいなと思いました。あの 4KHDR 対応してるスプリッターっていうのもあるみたいなんで、なんかちょっとスプリッターね、やっぱりすごい便利だってことが分かったんで、あのいくつか持ってて損はないなと思ったんで、何せ僕の場合4入力あるんで、いくつかスプリッターして入れたいものが他にもあるんで、ちょっともうちょっと調べて、HDR にも対応したスプリッターも買ってみようかなと思ってます。でもこれ悪くないと思います。あとちょっとすっごい細かい話なんですけど、もう一点だけ補足しておくと、これ OBS っていうあのゲーム配信する時のソフトの設定画面なんですけど、この NV エンクで、動画配信 4K60 する場合、このプリセットのクオリティを、クオリティというところ、これ実際にはこの上に MAX クオリティとかあるんですけど、こ
これをねクオリティにしとかないとなんか駒落ちしてガクガクになっちゃうっていうのに最初気づかなくてちょっと苦労しました。あのマックスクオリティにしちゃうと2パスエンコードになっちゃって 4K60 だとあの遅延しちゃうみたいです。なのでクオリティに落としたら、めっちゃ安定しました。ビットレートがかなり高めになってるんで画質的にはそこまで違いはないはずです。先日あのヤンジャの定期購読マガジン結構おすすめですよっていう話したんですけど、この間紹介した時は PC で読むのがおすすめですっていう話をしてて、なぜなら、iPad とかブラウザーで読むと例えばこういう風に見てた時にブラウザーで見ると何が嫌だってこのアドレスバーとかタブの部分がすごい鬱陶しいというかなんか気をそらされるし、そもそも表示面積が狭くなっちゃうんですよね。でこれもねこれ iOS14 の機能なのかもう当たり前だったのかちょっと最近 Apple 情報に疎くなりすぎてて今更気づいたんですけど、この大小っていうアドレスバーのこの大小の部分になんとツールバーを隠すっていうこんな隠し技のような新機能が、これダンって隠すとまあちょっと気持ちまだ残ってるんですけど、これでほぼ iPad の表示領域全体がコンテンツ領域になるんで、これもほとんど専用アプリ気分 でしかも iPad のサイズ感やっぱりちょうどいいし、これだとやんじゃん読むのめちゃくちゃはかどりますね。これもう今僕の中で iPad のベスト機能トップ3に入りますね。ちょっと夕飯を取りに凛太郎までこれから夕飯をピックアップしに行くんで、オズモポケットで顔認識が荒れる。顔認識これいらないな、完全に荒れてる。ちょこれなんでこんな顔認識荒れるんだっていうぐらい荒れますけど、ちょっとピックアップしに行ってまいります。人扱いしないでください。だってマスクをさ、なんかカメラを設置してるところのなんかフックみたいな感じで使ってっから変な人だなと思って。変じゃないでしょこれ、ベストでしょベスト中のベストでしょ流行らそうでしょ流行んないよすっげえなんか最近言ってくるけど別に流行らそうとしてないんだけど、なんだろうねこの自分の中でマイブームが来てるこの言い方。あ、そう、うん、ダメ、絶対使わないと思ってなんか流行らそうとしてる人に絶対使わないと思って。いや一応言っとくと、うん、本当に別に流行らせようみたいなことは思ってない、そんなおこがましいことは。そうだね、うん、ただ使いたいんだなって。そうそうそう、自分の中でマイブームなんだけど綺麗装飾が、ね、どのくらい撮れるのかな、夜景だからね。暗視は相当厳しいと思うよ、うん、日中すごい良かったよ。それもってずっと歩いて、あ、どうだった、行ってえこの間の。あ、よかった、軽いからさ、うん、あのトークも軽快だよいつもなんかもう途中で挫折してたの、あれ重かったからだなと思った、うん、カメラが確かにね、うん、だんだん辛そうになってくるこれ大丈夫かなと思ってさ、息切れがひどくてさ、ゼーハーゼーハー見てて苦しい、なんか見てて苦しそうに見えて嫌だろうなって思いながらもう、うん、出した出したったなんか確かにゼーハーはしてたよ。最初の方の方がゼーハーしてて、うん、だんだん落ち着いてきた。なんかね、うん、ドリ散歩やってた経験上ね、うん、やっぱなんかだんだん呼吸をつかめてくるんだと思うそうここ俺もずっとやってたらあんまりなんか動画の呼吸そう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 何それあの動画の型みたいな、水の型みたいな、鬼滅の刃ちょっと待ってて。そうそう、なんか意外とあるんじゃない、歩きながらゼーハーしない、途中で気づくんでゼーハーしちゃいけないってみたいな、ゼーハーしてたみたいな。であの日でも最悪コンディションだって、全然空腹でさ何も食べないで
歩き始めて途中でクラクラしてきたわ。なんか朦朧としてきた。よくやりきったよね。もう意地だよね。なんか結構喋ってきたからこのままもうただただ編集したくないっていう一心だったんだと思う。このまま行ききれば編集がない、後が楽だみたいな。一気に20分なんとか取れ高を稼げば、そう、そのまま取って出していける。そう、そこの方がでかかったからみたいな。そう、どんだけ編集したくないんだよみたいな。ひどいね。なんかさ、動画の練習のために撮ってますって言いながらさ、全然編集にさ、ね、技使わないよね。本当だよね。そもそも動画の編集の練習をしたいって言い出して動画を撮り始めたのに、編集の練習全くしないっていうさ、何なの、分かんない。いつも不思議に思うんだけど。だよね。編集もあれ、あれこそ iPad でできるよね。え、うん、いやなんか一丁前にプレミア立ち上げてさ、何の一丁前だな。恥ずかしい、恥ずかしいね、うん、プレミア一丁前で立ち上げてやんないっていう。だからそうだよね、この間のやつプレミア立ち上げてそこでじーっと20分 見るだけっていう。編集時間の間。そうそう、アホだよね。何だろうと思って。これほどプレミア無駄遣いにしてる人そうそういないと思うね。じゃあなんか やろうと思ったら、本当ちゃんとやりたいと思ったら遠のいちゃうのよ。この間73クエスチョンとか、ああいうからぐれをやってこう字幕入れてとか、自分の中で思い描いてるものがあって、それをやろうと思ったらすっごい遠のいちゃう。いや、まあ気持ちはわかるよ、うん、本当はだからもう撮った日は疲れてるから、うん、次の日に、次の日以降にやればいい、きちんと今度は編集やればいいって思うんだけど、今度1日経つとそもそも編集自身が、うん、あの忘れちゃってると、そう、なんかカットとかもできないじゃない、効率悪くなるから、ちょ、また73クエスチョン作ろうかな。もうないそんなね。もうないって。ないんだよあれ、73もね。しかもあれ結構ね、うん、あのプレッシャーあるよ。質問されてる方がプレッシャーだよね。そうそうそう、ね、なんかえ、そうじゃないんじゃないっていう答えが返ってきた時とか。私突っ込みたいんだけど、これ突っ込めないなと思って。いやでも、うん、それはそれで真理なんじゃない、その突発的に出た言葉だから。だ、そうだよね。なんかそれを楽しむコンテンツじゃん、うん、私もそう思った。だから決してさ、その答えが全て正しいかって言ったらさ、うん、多分熟考したら違う答えになるとか、そうだね、冷静だったら違う答えになるけど、追い詰められた状態で、うん、はいはいパンパンって答えられちゃった時に、うん、出る答えっていうのは、うん、あれは面白がってんじゃない。そうだね。実際私の中で普段だったら嫌そうな質問をパッて答えてるところとか、それは本心だなとか見えたから、うんうん、なんか突発的にやるところの楽しさはあった気がする。なんかかっこいいこととか言えないじゃん。そうだから、ね、結構その本質が浮き上がって、俺考えた人すごいよね。すごいね。いやあれはでも、あの多くの方は多分完全仕込んでる気がするんだけど、あれはリハすごいよね、うん、めっちゃあれだよ、だって仕込みがすごいもん。でもだとしても、うん、一応ノーカットでやってるでしょ、あれつなぎが見えないから、ね、いやもちろんだよ、だからあれが楽しいよね。そういう意味ではそれなりのこうアドリブ感とか、うん、その心理的に 本音を出してるっていうか、うん、そのつい言ってるあたりは、うん、一応あるんじゃないのって気がするけど。いやあれ私最初見た時にすごい楽しかった。そのセレブの家も 見ながらその人が喋ってる感じとか、さらに質問とかもなんかこう日常的な、なんかあのシンプルだから、何色が好きとかさ、うん、みんななんか強引だな、めっちゃ怖いわ。はい、どうぞ。それが良かったから、うん、いやだからいいけど、違うこと考えるよ、どっかからパクってくる。でもいや別にいいんだけど、質問また74別の株内の作るの大変だろうなっていう。質問すごいあるよ。あ、でも違う、73じゃなくて、なんかあのボーグで他のパターンもあったからさ、オズモンポケットでやってみたら、うん、あの前回みたいに重くない、あれ
あれガチのジンバルで、うん、あれじゃんアルファ73でやってたけど、うん、めっちゃ手もうプル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 してな、自分も早口になっちゃった、次次次って、まあ、それがそれでよかった。やっぱ画質はでも圧倒的に良かったし、良かったよ。いやカラグレーの死骸があった、すごい楽しかった。じゃあ今度ブラックマジック無理かな、オートフォーカスないと厳しいか。ブラックマジック、ブラックマジックだとフォーカス自分で変えないといけないから。いや頑張る頑張る、ダヴィンチリゾルブで編集したいし。いやだけどその撮ってる間にリアルタイムにフォーカス変えるのめっちゃ難しいよ。まあそれか勉強するよ、常にフォーカス合う位置、一定の距離が、うん、だフォーカス一回合わせたらその距離を離さないようにしてれば、うん、まあ撮れるけど、やるやる、遠くとかに近くに寄れないっていう、それこそ勉強したいから、徹底的にやるときはちゃんと勉強したいなっていう。何でやるのが一番いいかな、まあ、α7S3 でやるのがいいかな。でもね、カラグレのやつをやりたいな。いやだからソニーでやったって別に一緒か、一緒だから、まあダヴィンチ一番いいんじゃないかなと思って。ブラックマジックはまあもちろん一番やりがいはあるけど、でしょ、超シネマ風にできるよ。やりたいの、そうシネマ風にしたい。あれで撮んの重いだろうな。大丈夫、鍛えてっから。フィットネスボクシング。そうそうそう。結構ね、重いものとか持ってるから全然いけるんだよ。なんか。なんかもう、あわよくは、あの、なんだっけ、ライジン、女子格闘技のあれ、出ようとしてたもんね。いや、私あれいけるなと思ったもん。いけるわけないじゃん。いやもう若かったら多分いけたなと思ったけど、あの素早さ いけると思って、動体視力も割と いけるから、大会系だからね、うん、だからさっあの寝技とかいける。バドミントンに通じる動体視力何じゃ、うん、バドミントンだって動体視力いるんでしょ。いるいる、あの羽がピューってくるから。でも品川で浜松町でやった時に相当ヘッポだったけど、びっくりした、自分の想像ともはるかに体が動かなくて、そんなもんだよね。なんか頭と体のついてかなさがすごいよね、うん、すごい。これなんか頭で描いてるような動きしたら私これ骨折れんなと思って。あれはひどかった。ベスト前までやってるよ。行きたいの？いや、明日だったらまだね。うん、明日アップルストアに行きたいね。私も見たい。インテルマックじゃなくて、アップルシリコンマックを。うん、はい、じゃあちょっと回収お願いします。おパークレットが今日も結構混んでるね。中もう開いてんのかな？そうだよ。あ、でもわかんない、ここなのかな。はい、お願いします。よいしょ、適当すぎる、確認大事、確認大事、はいはい、すごい、うん、中もやってたわ。見えないんだって。あ、そうなの。あの奥まで行かないと見えないよね、そこで受け取りしてるから。あ、そうなんだ。まあこれ覗きは見えるんだろうけど、うん、なんかそもそも前に人がいるしウィーンって行けないから。フォーカス合ってんのかな、ね、ちょっとこのオズモ、オズモ、違う違う、 DJI ポケット2、うん、画面さすがにちっちゃいよね。ちっちゃいのこれさ。さらにこれ光ってからいいけど、昼間とかもうあの何、日差しで見えないんだよね、うん、そうだからもう本当に感覚でやってよく撮れたなと思って、うん、奇跡だったね。まあ昼間あの明るいからね。ちょっとね、明るすぎて画面見えない。いやいや、でもその目的にはさ、まあね、露出がもうどこが、じゃ画角が気になっちゃってさ、ずっと上の方向けててさ、なんかああそれはあったね、うん、ちょい上を常に、そうそうそう、歩くとどんどんこう手が上に行っちゃうんだよね。一応それを抑えるモードとかもあるんだけど、あ、そうなんだ、うん、上下は固定するみたいなね、なんか使いこなしがジンバル難しい、モードがいろいろあるから、うん、ただもう歩いてても全然、いや、あの安定感すごかったよ、すごいよね、私相当グラングランさせてたよ。
いや、軽いからさ、グラングランしちゃうんだよね。いや、物理ジンバルやっぱりすごいよ、うん、首がぐるぐる動いてるからね。で、あとマイクがめちゃくちゃ良かった。あ、でも誰かもね、指摘してくれてたけど、あの編集しててこう、ハウリング、なんつうんだろう、ハウリング、うん、二重に聞こえるんだよね、ボワボワボワって、うん、まあ、それ多分気になっちゃった。誰かも言って、あ、さすがと思って、私も編集してて言ったじゃん、なんかこれ消したいんだけどって。いや、でもあれ風切り音のノイズキャンセルの効果だけど、うん、あれだ、だってこれピンマイクとかモフモフ使わないで、うん、この本体のマイクだけで、そうだね、時間握りでやったわけでしょ、うん、あんだけ話取れてれば。確かにヘッドホンで聞いたら確かに気になるけど、うん、でも普通に見てたらそんなに気にならなかったよ。そう、私もね、あのヘッドホンっていうかイヤホンで聞いてて気持ち悪いなと思ったんだけど、撮って聞いたら確かに違和感がないなと思った、うん、まあ、そのスピーカーで聞いてると生活の雑音がある程度あるから、うん、ヘッドホンで聞いちゃうとそれだけの音しか聞こなくなっちゃうけど、うん、まあでもあんまりやりすぎ、でもだからもう本当はあのボワボワ撮ってたら相当音ボワンボワンになっちゃうはずなんだけど、うん、相当うまくやってんなと思って。だってギリ内蔵マイクで十分じゃんって思って、うん、いや専門のこれ専用のピンマイクまでワイヤレスな。あ、そうなんだ。でそれを胸元につけたら、うん、多分完全に撮れるけど、めんどくさいじゃん、うん、だから一応そんなことはやらないだろうなと思ったんで。一応今日もこれピンマイクつけずに内蔵マイクでやったけど、本当は、うん、DJI ポケット2すげえよくできてて、そのワイヤレスでピンマイクもつけるっていうの内蔵してるからさ、うん、まあ、DJI の人たちは本当、うん、多分作ってる人がすごい Vlog 分かってるんだと思う、めちゃくちゃ、うん、その研究されてる感がある。そうなんだ。何使ってもさ、全然いいよね。でもこの手ブレ補正はやっぱりこの首振らないとここまで綺麗にはいかないと思うから、うん、今これ夜とかだと、うん、やっぱりどんなにあれしてても、うん、あの後処理で画像加工でやっても完璧には撮れないけど、うん、多分結構撮れてんじゃないかな。うん、楽しみですね。楽しみですね。楽しみですね。いいレビューになってなった気がする。音声が取れてさえいれば、うん、取れてなかったら最悪アフレコまたやんの。いやいや、私やんないよ。もう一人でやってくんないよね。いいよ、でもやっても今なんか言っちゃったけど、意識無意識またやんのって言ったと思ったけど、それも勉強だよね。じゃあなんか違う、松尾さんとやってるじゃん、バックスペースで。はいはい、バック散歩ね。バック散歩、はい、あれすごい楽しいから、見てるだけで楽しい。なんかいいっしょ、あの顔がさ2つあってさ、うん、見れて喋ってるのがもうちょっとトークが面白ければなっていう。最後のダメ出し致命的じゃない。それ致命的じゃない。雰囲気が楽しいなと思うんだけど、うん、ま、中身ないからね、話に。そうだね。いや、それはそれほどだ、芸人さん比べちゃうからだよね。やめて、そういうのね。そうたまにああいうのをさ、芸人さんの見ちゃうからさ、まあ、そういうのなんか面白いけど。今傷ついたわ。じゃあだから比べるのがあれだって、僕だってことはね、うん、しょうがないよ。なんかそうだね。しかも一発撮りのノーカットのノー打ち合わせですよ。それを自慢するんだって話だけどさ、うん、ちゃんとプロの人たちは打ち合わせしてるでしょ。かな。じゃあそりゃそうでしょ。うん、でもあれ何気にね、あれだよ、収録結構大変なんだよ。え、あれでしょ、どなたかがくださった。そう、まずその画像でしょ、くださった画像の、くださったって言い方変だけど、その撮ってもらってる、撮った画像もそもそもすごい、うん、こっちがすごい注文してるから、すごい画質良くしてくださいとか、 4K じゃなきゃダメですとか、そういうハードル高いね。うん、大変じゃん、うん、で収録も結構お互い、ちっちゃい画面ので 4K いらないんだけど、うん、すごい元の映像はすごい高画質で撮ってるから、うん、それデータやり取りしないといけないから。そうなんだ、うん、でも
おかげさまでもうねストックが10本ぐらいあるんで、うん、あの2ヶ月ぐらいは毎週1日1回やってもいけるぐらいのストックはあんだけど、私もやってもらおうかな。じゃあ何どういうこと。あ、素材提供者になってくる。そうそう、素材提供者、本気だから提供者。はい、じゃあブラックマジックで、うん、ジンバルで歩いてきてよ。そうだね、それそしたらほらそこに最初集中して、で両方トークと両方できない、最初できないから画像に集中できるじゃない。あ、全然話違うけど、せっかく話してんだったら、はい、あの LINE スタンプの話してよ。あ、いいの、宣伝。宣伝っていうか宣伝になるか分かんないけど、 LINE スタンプ作りました。あのまだあの買ってない方はお願いします。すごいね、すごいね、強制感だし。だって作ったのめっちゃ大変だったからそれいらないって。いや、何がすごいってさ、なんか全く絵描けない。そうそうだ、それ言っていいのかなと思って。で、奇跡だと思うんだけど、あんな。よくあれ描けたなと思って。多分、ほら、絵描ける人とかさ、まあ、さ、すごい、みんな絵うまいじゃない。そう、私、そこの土俵に立っていいのかなっていう。全く絵心ないのに、そうそう。絵とか描いたことない。でもほら、デザイン、と絵とちょっと違う。まあね、違うスキルだから。うん。デザインは好きなんだけど、絵描けって言ったら描けないからさ、なんかあのディテール見ないでって感じ。本当に。いや、あれディテールはあえてああいうテイストでしょ。そうそうそう、そういうことそういうこと。ふうに見てもらえる。そうそうそう。あれはね、最初あの紙に描いてた絵コンテ見た時ね、うん、結構度肝を抜かしたけどね。引いた？あれどういうこと？すげえなあそこからの持ってきようがすごいでしょ。イラストレーターに持ってっちゃえば、あの機械の方に持ってっちゃえば、あのなんかね急に力を発揮するんですよ。なんかやっぱイラストレーターの、うん、あのなんていうの、ちゃんとした綺麗な、うん、あのラインで描かれると、うん、まあそれはそれで心地いいからね。私はそっちの方が助けそう。あのトレースの全く綺麗にトレースしないっていうかさ、もうなんかほんわかした感じで、そっからもう機械を借りるっていうね、そうツールを借りるっていう。よくあそこまで持ってったよね。なんか手とかおかしかったもんね。なんかあれ4本5本みたいな。いや、今もだいぶおかしいとは思うけどまあね、あとなんか、うん、あの体型がだいぶ違うっていう。そうそう、服装も違うっていうね。なんかしかも服とかも単色だしね。そうそうそう、せめてなんか、うん、バックスペースとかノーシグナルとか入れてほしかったんだけど、なんかね、そういろいろ考えたんだけど、ほらなんかさ、そのバックグラウンドのこととかいろいろねあるでしょ。だからさ、あんまり、あといろんな人の見てさ、じゃなんかそのルールわかんないから、とりあえずみんなの感じでシンプルなのがいいのかなとか。まあ、なんか多分サイズと文字はもうギリまで上げた方がいいんだと思う。なんかちょっとちっちゃいの。いや、私ね、あれでいい、いや、いいんじゃないかなと思う。あの、大きすぎるの怖いの、私、たまに。いや、だけど文字がなんかちょっと。文字はね、ちょっとね、見やすくしたいなと思ったけど、ちょっと見にくいよね。うん、絵はあのぐらいのサイズがいいなと思って。なんか LINE のスタンプの、うん、あの、なんつうの？その販売みたいな仕組みはすごいよくできてたよ。あ、そうなんだ。あの、ちゃんとバージョンで、ちょっとそういう修正したら、うん。あ、修正するじゃん、ちょっと。あのバージョン2とか上げれるように、うん、簡単に上げれるようになってるし。みんなに迷惑かかんないの？かかんない、かかんない。なんか勝手に自動で変えてくれるみたい。あ、それはよかった。なんかみんながバージョンアップさせられなきゃいけない。いやいやいや、そうなの、勝手になんか、あれただの画像だから。あ、そうなんだ。うん、じゃあちょっと、字はもうちょっと見やすくしよう。でもね、人物はあのぐらいのサイズがいいんじゃないと思って。あ、そう。うん、私はね、なんか急にこうやり取りしてて、オッケーとか言ってでっかいの来たらさ、ちょっと引かない？ちょっとなんか大げさすぎて。まあいいけど。そっちがいいの？大きい方がいいの？いや、どうなんだろうと。他と比べてなんかちょっとちっちゃいような気もしたけど。ちっちゃいけど、ちっちゃい方がいいと思って。ちっちゃいんじゃない？
そこまで言うなら。え、大きい方がいい？わかんない。わかんない。私あのくらいのサイズがいいんだけど。まあ文字だけでかくすればいい。見やすくする。でかく、うん、まあでかくね。でかく。なんか線が細いんだよ。そう。さあ、あなた黒、後ろが黒いからでしょ？そういう人結構いると思うんだけど。ね。今ダークモード流行りだから。しょうがない。自分はほら、なんつうんだろう、デフォルトでやってたから。うん。それなかなか早く行ってくんないとと思ってすっげえもう終了に差し掛かったぐらいからそれ言い始めて、え、聞いてないんですけどと思って、いや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 、ね、とはいえなんかね、みんな買ってくれてありがとうって感じじゃあでかい声で言ってください。え、みんな買ってくれてサンキュー。何そのキャラ。わかんない、ちょっとお腹すいてちょっとおかしくなったそれカットして。いや、寒いな、今。それこそカットしないよ。何サンキューって言って恥ずかしいな。あとあの何、ネズミさん怖い、怖い説。あー、怖いって、うん、じゃああれ顔が見えないからさ、声だけでさね、ちゃんと笑顔で言ってたよ撮ってこいってそう、あ、そうそうそうね、自分撮ってこいってやつね。じゃあね、急にでかい声出したからみんなびっくりした。じゃあさ、あなたの編集でしょ。いやいやいや、間があったもん、ちゃんと。違う、あの本当にリアルでそこだけ急にでかかったからマイクそうやって撮れちゃった。まあ編集でそこだけボリューム調整して下げるとかできるけど。そうだよ、そんなめんどくさいじゃん。なんで編集が悪いんだよね、それは。いや、そこはリアリティをちゃんと出した方がいい。いやね、ほんと、そういうとこマイナスに捉えられちゃう。これだから、ほんとね、表立って出たくないんですよあの、ネズミさん怖いですに、いいねがいっぱいついてるでしょ。そうそうそう怖くないよ、つってやばいよ、ね、マジでみんな引いたんだなと思ってまあしょうがない。しょうがない。事実だから。事実だった。隠しようがない。隠しようがない事実。実際本当に綺麗だけどね。本当に自分で持ってこいと思ったからね。いや、あれはマナだったからね。あ、ソース？うん。醤油とソース。本当にあれ自分で持ってきてと思った。いやでも俺醤油なかったら、最初のあれない状態だったら醤油なしで食べる予定だったってこと。え、どういうこと？ああ、そういうことで、うんうん、じゃあ醤油用意するはずだったんだよ。あ、そうなの、うん、もちろんだよ、はい、でいっぱいこう自分一人なんだからさ自分全部こうやってんだこれさ、手伝ったよじゃあ。はいあ、これまた怖いって言われるのねほら、またこう誘導されるんですよって今罠にかかっちゃった。今しめしめと思ったすげえやられた、罠にかかった。ネタ提供ありがとうございます。また怖いって言われるんだよ。どうだろう怖いっつってまたいっぱいみんなにいいねされちゃうはい、じゃあ着きましたんで。あ、焼き鳥弁当楽しみだ。はい、どうだろう、よいしょ、ふう、バイナラ。はい、ということで今ポケット2でちょっと車載動画を撮りがてら、凛太郎の焼き鳥弁当、日本のお弁当と比べても、お、なんか変わってない？ん？これなんかちょっと前と変わってませんか？ちょっとね、うん、うん、自分の開けなさいよ何？いや、なんかちょっと今もう勢いで撮ってたんですごいということでいただきます。Yeah, such a clap. And I'm such a clap.